ユン・ソギョル大統領の配偶者であるキム・ゴンヒ夫人の対外非行事日程を流出し、物議を醸したカネ夫人のファンクラブ一住院養父ゴンヒラブ一住院養父が今回は水害復旧作業中の消防公務員の写真をカネ県キオット人と紹介し、批判を受けている。28日、カネ夫人のファン情報公開サイト一住院養父ゴンヒラブ一住院養父管理者は公式 Facebook を通じてカネ夫人の水害復旧ボランティア活動一住院養父という文章とともに一枚の写真を載せた。黒い帽子に作業服姿で水害復旧作業中のある人物に赤色の丸をつけ、カネ夫人であることを表示した。しかし、その写真は後ろ姿だけが写っており、カネ夫人なのかは不明だった。これを見た支持者たちは当該写真を各種オンラインコミュニティに共有し、やはりカネ夫人ボランティア活動する姿が素敵だなどと称賛が続いた。ところが当該写真の中の人物はカネ夫人でないことが明らかになった。去る17日に水害被害が発生したチュンチョンナムドプヨ郡を訪れ、ボランティア活動をした消防庁所属の消防公務員で、消防庁から直接提供された写真であった。すでに多数のメディアを通じて報道されてもいる。このような事実が知らされると、ゴンヒラブと一部の YouTuber たちは当該写真を削除した。一方、カネ夫人は8日の集中豪雨以降、被害が深刻だった首都圏を中心に現場を訪れ、被害住民たちに会い、清掃などの非公開ボランティア活動を行ってきたことが確認された。カネ夫人は2週間に2から3回ほど、最小限の警護員だけを動員して清掃を手伝ったという。現場ではマスクで顔を隠していたため、カネ夫人に気づかなかった住民が多かったという。